今回は先日のドリキンさんとの対談を受けて、ちょっとこの PMPCC6K Pro で撮影していて、先日アップデートで使えるようになったジャイロセンサーでの手ブレ補正を試してみようかなと思っていたんですが、どうやらレンズ内手ブレ補正がついているレンズに関しては、レンズ側の手ブレ補正はオフにしておかないとダメみたいなんですよね。だからこのレンズだと、このスイッチはオフにしておくと。で、この状態で撮影していくと、ダヴィンチのスタイビライゼーションの項目のモードの中にカメラジャイロっていうのが出てきて、これで、ジャイロセンサーによるスタビライズが使えるようになると。なのでレンズ側に手ブレ補正がついている場合は、必ずレンズ側の手ブレ補正はオフにしましょうということで、ちょっとねそれを全く知らなかったので、レンズ内手ブレ補正せぬまま外に BMPCC6K 持ち出していろいろ撮ったんですけど、今回はちょっとジャイロセンサーの実験はできませんでしたということで、この点は次回以降また試してみたいなと思ってますので、今回は単純に BMPCC6K Pro で撮影した久々のウィークエンド Vlog をお楽しみください。ちょっと最近暑いのもあって、このさてさての新茶をアイスで飲むのにハマってます。少し濃いめに入れます。ですね。よし、でもう一丁、夫用にいつも仕込んでいるコールドブリューコーヒーを作っときます。今日の豆はこの間軽井沢で買ってきた丸山コーヒーの爽やかブレンド。薄めがいいと言われてるので、いつも私は豆 40g に対してお水を 750 ぐらいで仕込んでます。ちょっと我が家は小さめのコーヒーミルしかないので、2回に分けて豆をゴリゴリします。アイスの時はちょっと粗挽きでいいので、こっちのタイムモアじゃなくて、この昔使ってたポーレックスの方のミルを使ってます。
22g だったので次は 18g ぐらい。お水を入れると、よし、冷蔵庫で8時間ぐらい放置すれば完成です。このキントーのコールドブリューコーヒー用のジャグなんですけど、かっこよくて非常に良いんですけど、この蓋がですね、こんな構造になっててちょっと分かりづらいんですけど、注ぐときにここ全面こう出るようになってるんですよね。このここだけから出るとかじゃなくて、ここの全部中から筒抜けになってて全面で出るんですよ分かりづらいかな。だからこの結構勢いよく注いだ時にものすごいこうこの幅いっぱいいっぱいからバーッと飲み物がこう出てきて必ずこぼすっていうちょっと残念ポイントが1点だけあります。まあもちろんね、ゆっくり注げば全く問題ないんですけど、結構勢いよく注ぐと確実にこぼすので若干要注意なプロダクトです。かっこいいんですけどね。そうそう、最近ですね、このアップルアーケードで遊べるミニモーターウェイズっていうゲームに激ハマりしてしまいまして、完全に廃人と化しておりますね。全然スコアとかは伸びないんですけど、なんか永遠ループでやれる系のゲームです。街に道路を通していくっていう割とシンプルなシムシティの道路版みたいな感じのゲームですね。今日もちょっとこのデイリーチャレンジをやろうと思います。アップルアーケードを初めて私使ったんですけど、結構いろんなゲームあって、なんかこれまで活用しなかったのがめっちゃもったいなかったなと思いました。まあこんな感じでこう道路をつないでいくと車が走るっていう。終わってしまった。まあこんな感じでひたすら道路を通していって渋滞などを解消しながらうまくやっていくというゲームです。なんか音がまた心地いいんですよね。なかなか、よし、もう一回やろう。
ースープにする、それともこのうま辛鍋にする？いや、マーラー。マーラーとファイタンですか？はい。氷に、氷に入って、皿が欲しいな。はい、はい、豚肉入れますよ。あ、やだ、こっち辛い方でいいですか？食べた。ちょっとこれは新しい発見でしたね。ピーナッツと、自家製チキンを豚肉につけて食べる。はい。大概2、3分ぐらい。はい、はい。どうでしたか？大満足。韓風麺やっぱ美味しい。よかった。最後、牛太郎に移動からよろしくお願いいたします。